目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日は新環境対策物流系ハラバリーを使っていく。物理特殊問わず、ハラバリーの受けポケモンとしての性能は凄まじくて、特性の電気に変えるによって攻撃を受けると、次の電気技の威力が2倍になるので、2倍パラボラチャージで攻撃と回復を同時に賄えるという耐久効率の良さは突出している。でしかも基本耐久が高いので、物理防御特化に育成することで、A 特化パオジアンのつらら落としを確定2体します。今の時代パオジアンに受け出しから勝てるっていうだけでもうだいぶ価値が高い。でパオジアンってアイススピナーという命中安定技を捨ててまでひるみを狙ってくる外事なので、ひるみも含めた技の追加効果を全て無効化できる隠密マントを持たせ運要素を徹底排除する構え。でこの方だと唯一地面タイプに弱いんだけど、そこは水浸しで対応する予定。相手を水タイプにできるので、地面技を不一致にして火力を削ぎつつ、電気技を弱点で通すという、もうハラバリーのためだけに存在するような補助技。で、さすがに盤石すぎる育成論、根環境の物流系枠はハラバリーで決まりだと思うんだよね。だからここらでサトシ的なの言っとくか。ハラバリー、君に決めた!マッチングしました。ハラメンポさん対戦お願いします。ガブリアス、セグレイブ、アメモースいるね。いいっすね。で、サーフゴー、ウォッシュロトム、アマージョかな。これ物理に対してはハラバリー強いけど、多分サブウェポンに自信持ってそうなんだよな、セグレイブも。で、ガブリアスは絶対持ってるし。だから、これ、ドラパルトとかから入るのは、とにかく安定な気がする。ドラパルト、ハラバリーで、ドラパでダメ取れさせてもいいし、対面操作してもいい。で、こうなると、若干サーフ号とか重いのかなっていう気がするか、ただそこに対してドドゲザン合わせると地面技の一環がいかついから、ちょっと、出しづれだから、フェアリーで相手取るのはかなりありなプランだな。これ羽ばたく神出します。以上。お相手はアメモースからの先発。これはネバネバネットとか巻いて裏の起点を作ってくるタイプのアメモースだよね。ただ俺のドラパルトはクリアボディで能力差上がらないから、一旦脳死でドラゴンアロー打っていいと思うけどね。全然いいでしょ。ドラゴンアロー打ちます。テラスタルを切れば、ワンパンだと思うけど、切らなくてもワンパンじゃねえかな。相手のアイテムによる。ここでお盆とかが発動するんだったら無理だけど、発動しないんだったらいける。こだわりハチマキなんで。んで、これセグレイブ出すってことは多分テラスタルを切ってくるっていう意思だと思うんだよな。ここで勝負を決めに行くんだったら、もうドラパルトにテラスタル切ってドラゴンアローの火力を底上げするんだけど、フェアリーテラスタルだった時全部終わるんだよな。いや、ただセグレイブのテラスタルフェアリーの採用率ってそんな高くないから、ここも俺ドラゴンアロー打ちに行っていいと思う。ドラゴンテラスタル補正をかけて。セグレイブは地面か氷か電気だろ。テラスタル自体は切ってくる。いや、地面氷電気希望で。地面や。じゃあ一応このテラスタルの切り合いは損はしていないけど、こいつの耐久力を考えると、そうだよな、ワンパンは取れないけど、いやでもめっちゃいいダメージ入ってるな。竜舞、竜の舞、そんな余裕ってあるん？お前そんなに余裕ある？セグレイブが S に振ってて、最速個体だったら上取られるんだよ。ただ調整ぶりとか、純速以下だったらまだ俺が上なんだよな。これドラゴンアロー連打でよくね？無理でしょ。いやー、ちゃんと最速だ。偉すぎる。偉すぎるぞ、お前。ってなると、逆に、HS とかなんかな。竜舞前提の HS セグレイブか、直帰じゃないでしょ。氷の粒で食らうのすげえ嫌なんだよな。命の玉？じゃあ倒せんの？ドラパルトの仕事量がもうデカすぎる。仕事人だな、あいつ。ってなると、ここは、ハラバリー出してなんか変に起点にされたら嫌だな。いや、ここハラバリーから行くわ。鉄のじゃね、羽ばたく神は最後ブーストエナジー持ちだから、なるほど、ガブリアスか。いや、これは勝ちだと思う。これは勝ちでしょ。これは、タスキが唯一の負け筋になるから、ここ不意打ち打って確実に気合のタスキだけは絶対に剥がす。これで、ムーンフォースで勝ちでしょ。ちょっとサメ肌痛いけど。地震食らう。これ俺なんなら耐えると思うんだけど。すごい。素晴らしい。素晴らしすぎる。
でこれでもう一回不意打ちでもいいんだけど、なんかその不意打ち読みのステルスロックとか巻かれたら嫌だから、これ水浸し打っちゃおう。あ、ほら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 な、こうすればステロダメージ込みでも不一致になったガブの自信であれば裏の羽ばたく神が一撃耐えるんじゃねえのかなっていう気がするから、だこれはかなりのお膳立て。なんならこれ電気技抜群だしね。でもまあこれは不意打ちでいい。まあここ相手絶対攻撃技だもんね。でこれでなんか地震かなんかで倒れていくんじゃない。そうだねそうだね。まあこれはこの水浸しが入るんだったら、腹張りから入って正解だったと思う。まあこれで相手がスカーフじゃないっていう情報も吸い出しているし、で相手の地震の威力を 1.5 分の1、3分の2にカットしてるから、まあ多分どの道、いや、あ、待て、これ水タイプになったからムーンフォース等倍になっちゃった。これで地震で殺されたらほんまに何も言えねえ。何一つ言えないわ。あ、これちょっと待って、これマジむちゃくちゃ余計なことした俺。え、これ死んじゃう、これもしかして。フィッチだぞ。いや、危なすぎる。ごめん、これね、やんない方が良かった。やんない方がいいやつだこれ。ごめん、これ水浸しさっきの悪手、これ絶対やんない方が良かった。怖すぎる今の。これは事故です。水浸しの使い方の完全なミス。めちゃくちゃ下手な水浸しの使い方ね。水浸しっていう面白い補助技があるから使いたくなっちゃった。まあ、はしゃいでるだけ。うん、下手すぎる今のは。マッチングしました。モカエさん対戦お願いします。エンニュートいるじゃん。あとはパオジアン、ディンルー、サーフゴー、海流羽ばたく神という舞台なんだけど、まあこれ、輪流先発とか、もろもろに対応できる、ロトムから入んないといけないかな。で、相手の物理、パオジアンとか海流とか、そのあたりの黒色悪い奴らを全員しばき殺すために、腹張りは出していきたい。まあ、エンニュートはちょっと、まあ、ロトムで何とかすればいいんじゃないっていう風に捉えるしかないっすかね。相手のあと、羽ばかみと、まあ、サーフゴー、輪流あたりに強いポケモンを出さないといけない。輪流ある程度削れば、まあ、羽ばかみの一環は作れるんだよな。まあ、羽ばたく神でいきますか。だとしても。パオジアンから投げてくるか。これはね、まあ、素早さ、俺がスカーフだから、上は上なんだよね。まあ、ボルチェン打って、で、腹張りで受けるか、全力で。ボルチェンが通っていく、上からね。すんげえダメージ入ったんだけど、こんなに入んの。しかも、ここって、相手、スララ落とし打てないんだよな。だからアクアザか。まあどっちでもいいや。でも不意打ちも打てなくない？アクアザワンウェ、アクアザが不意打ちワンウェポンだったら打てない。だから聖なる剣とか打つんかな。いや、これは十分受けが効く。十分すぎるほど受けが効くから。だからこれで完封できるんじゃないのか、こっから。スララ落としでしかもひるまないぞ。けど、まあ懸念なのは、ここで輪流に交換されることなんだよな。まあ一回パラボラチャージかな、それでも。なんか、これ絶対打ってくんだよな、こいつ。舐め腐って。うん。で、ひるんでくれ、ひるんでくれって今祈ってるんでしょ？神社じゃねえんだよ。神社じゃねえから、ここは。パルディア地方だから。わきまえろ。以上や。俺からのメッセージは。エンニュート来ちゃった。エンニュート来ちゃったから、いや、これ早いうちにこだわりトリックしたいんだよな。身代わりの可能性は全然ある。一旦ボルトチェンジで。金縛り打ってきてるから、いや、ここは早いうちにボルトチェンジに切り替えて正解だったな。居座るわけねえだろ、おめえみてえな黒色悪いポケモンを前に。居座んねえっつーので、こうなると、まあ、はばかみのブーストエナジーはもう一個後ろのターンで使えばいいと思うんで、ここもロトムかな。で、この金縛り食らってるから、さっき電気に変えるが起動していなくて、素の状態の電気技の火力だったら明らかにロトムの方が上なんだよな。で、食べ残しでしょ？これトリックかましてもいいけど、相手のラスワン次第ではラスワンにトリック打ちたいんだよ。例えば、輪流とか海流とかそのあたりね。あ、でもドロポンは絶対打ちたくない。絶対ドロポン打ちたくない。いや、ま、ここにトリック使うか。いや、だるすぎるてめえ。それやってくんの。まあ、いや、身代わりもあると思う。いやけど、このトリックを見たところで、相手裏にサーフ号がいるとかじゃないと、そのトリックかわせないぞ。どうなんだろう。まあ、これトリック打ち続けるわ、俺。いや、通っ
ったんだけど、じゃあ、これ相手こだわる覚悟ってこと？弱かったよ、むちゃくちゃ。お前めちゃくちゃ弱かったわ。なんか、守るで後出しじゃんけんをした上で同じことをされたら切断するんだ。じゃあ何のために守ったの？何のために守るって使ったの？金縛りだって。ちょっと全然わかんねえわ。何をしたかったのか。トリック封じられちゃった。マッチングしました。マリーさん対戦お願いします。鉄の毒が羽ばたく神ミミッキュ。海竜パオジアン鉄の包み。これ、わかりやすく、その毒が羽ばたく神鉄の包みっていう特殊アタッカー3枚をフラージェスで受けて、で、物理、ミミッキュ、海竜パオジアンは腹張りで受ければいいっていう構図だと思うんだよな。まあ、ロトムから入るかだったら、ウォッシュロトム、腹張りフラージェスでいいんじゃねえのかな。これで行ってみよう。お相手は海竜とかいう気違いポケモンから入ってきてるんで、まあ、ロトムは出し勝ってもないし出し負けてもないみたいな感じか。相手の型によるよな。これトリックでいい気がするんだけど、違うかな。トリックでよくね。初手トリック打とう。気持ち悪い、こいつ。神速だってよ。いや、もう、バケモンみてえな火力出してくんな、きめえな。マジできめえ。こいつが急所に当ててくんの、本当に気持ち悪い。で、スカーフを押し付けて、ラムの実なんだけど。いや、これね、腹張りで受けに行きます。ウォッシュロトムはまだ何かしらに使える。てか、まあ、ポケモンの数は失わない方がいい。なんか海竜引いてきたんだけど。うわ、パオジアン来やがった。パオジアン来た、ダセえ。これはいけるぞ。これは、まあ、海竜、パオジアンまとめて腹張りで受け切ってやるよ。これもうハラバリにテラスタルまであるな。 C に触れてない分テラスタル電気で火力を底上げしていきたいよね。もうテラ電切ってパラボラチャージでいいと思う。海竜とかいうなんかバカが使っても、脳がねえやつが使っても、勝てるようなポケモンに運まで味方すんのほんまに気持ち悪い。で、まあ、こいつも外耳だから昼見にかけてつらら落として打ってきてるんだけど、昼間なくて残念だったな。もう昼見がねえと勝てねえ下等ポケモンなんだから、まあ、そのあたり、ちゃんと、わきまえろ。で、これ、不意打ちを読むんだったら、相手も不意打ち打ってくる可能性あるか。腹張りの不意打ちをどの程度ケアするかっていう問題だよな。不意打ち打ちます。多分警戒されない。はい、通っていく。お前、絶対ひるませようとしてた。これはもう 100% ひるませようとしてた。まあ、そうやって、運に頼らないと勝てねえ雑魚ポケモンなんだよな、パオジアンって。アイススピナー採用しろや。で、海竜だろ。こいつはこだわりスカーフ持ちが確定してる。押し付けてるから。だからこれ、神速打ってくるか、または地震打ってくるか、わかんないんだよ。ただ地震でこだわったらロトムで積むっていうのはわかってるはず。だし、ハチマキじゃないからハラバリーが不一致地震だったら 100% 耐える。だからここはパラボラチャージでこだわっていけばいい。神速だ。これ 100耐える。なんで毎回毎回急所に当たんだよ！殺すとてめえ。しばき殺すぞ。じゃあまあ一生神速打つマシンになってろ。小気色悪いな。本当に心から小気色悪いと思う、こいつ。気味が悪い。気持ち悪い。気持ちが悪い。気分が悪い。相手にしていて。強いね。海竜の神速強いね。あと何回打ったら勝てるだろうな。これがまあハラバリーの強さだよね。ああ、海竜、パオジアンまとめてかかってきても、俺の腹張りには勝てないっていうこの構図どうよ。で、ここを、回復量も次大したことないのと、一応海竜を温存してくる可能性を考えると、ボルトチェンジを打ちたいかな。一応ボルチェンでいいんじゃない。あー、こう突っ込んでくるんだ。なんか雑なポケモンの使い方してくるね。で、ボルチェン打つんだけど、ここで出すべきは、どうだろう、相手残ってるのって、まあ、ミミッキュの起点にされるがちょっと嫌か。ミミッキュの起点にされちゃうんだったら結構困るから、まあ、ロトム出すか。最速ミミッキュだったら、まあ、高校ボルトチェンジできるし、やっぱ耳か。耳だったね。まあ、じゃあこれは、研磨を積ませないっていう話ではあると思う。じゃれつくを打ってくる。はいはいはい。これね、難しくて、まず、研磨を積ませたくないが、100なんだよな。俺の気持ちとしては。フラージェスとか出したら、研磨積んでくる気がする。いや、そんなことない。これフラージェスからでいいわ。
フラージェス投げて、で、化けの皮を剥がして、で、戦えばいい。で、相手、その命のリミットがあるから、あの、命の玉で。なんだこれは。この、ゴーストテラスはちょっとわかんない。あ、なるほど。一撃で倒したいっていう意図か。さすがに無理だと思うよ。そうだよね。急所に当てられたら死んでたか。いや、これでも多分ギガドレ込みでも無理だね。次の、シャドウクローは多分耐えなそうではある。けど、まあ、いいんじゃない？研磨を積ませてないから、研磨を積んでないミミッキュのシャドウクロー、ないしはジャレツクだったら、100% 耐える。裏のハラバリーが。だから多分勝てると思うけどな。これで玉ダメも2回入るわけでしょ。ここら辺で急所引いといた方が、なんか、期待値的には安全な気がするけど、引かないでいくか。いや、この残り HP だったら、ミミッキュの特防種族値105とはいえ、まあ、電気に変える電気テラスタルハラバリーで削り切れる。研磨を積ませなかったのが偉い。一応ボルチェンが一番入るんだよな。パラボラチャージよりも威力が5高いから、まあ、ボルチェンで確実に倒そう。シャドウクロー打ってくる。これ急所に当たらなければ確実に耐える。いや、おぞましい耐え方だ。急所に当たんなくても耐えるんだ。おぞましすぎる。じゃあこれ多分、勝ちじゃないかな。このボルチェン多分耐えないでしょ。しんどけ。ハラバリーに3立てされとけ。ハラバリー、じゃねえわ、パオジアン外事と海流外事使って、まとめてかかってきてもハラバリーには勝てねえと。心に刻め！ということで、今日はこんなところにしようかなと思うんだけど、ちょっと短めで今日はごめんな。毎度毎度ボリュームある動画を撮ろうとすると、ポケモンというクソゲーの性質上ね、こっちのメンタルがえぐり取られていくんで、まあ、ちょっと今日は短めで失礼しようと思う。ハラバリーは物理受けとしてももちろん強いし、どういう受けに育てても強いんだけど、注意点としては、やっぱ起点にされやすい。相手が瞑想持ちとか竜舞持ちとかだった場合、それに抗う術を持っていないから、だからちゃんと相手の型を見極めて、で、起点にされそうだったら早めにボルトチェンジで対面操作するっていう嗅覚が必要だから、まあ、脳死で強いポケモンっていうわけではない。まあ、ただし、そのあたりの戦術眼があれば、火力も出せる受け枠として重宝するポケモンではあるので、まあ自分の腕試しにこのポケモンを受けとして使ってみるのはかなりありだと思う。ということで、一応俺の今回のハラバリーの育成論は概要欄に載せておくんで、よかったら試してみてくれ。そのところかな。ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめぐれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。